兄のごとくお慕い申し候様之助様、お願いのことこれあり、一筆申し参らせ候。稲葉山城は呪われて候、夜な夜な怪しき者の気が徘徊し候、女中近中行き方知れずに愛なり候ごと相次ぐ、恐ろしきこと限りなし。噂にてはもののけは人を喰らい、地の底に引きずり込み候。兄義達に訴え候来ども、尾張との戦迫り候にて、それどころではなき有様にて候。先の父道三殿と兄義達殿との戦にては、様之助様とは敵味方に分かれざるを得ず候。数年の月日が経ち候来ども、雪が御頼りにし申し上げ候は、幼なじみにていとこの様之助様お一人のみにて候。この文がお手元に届き候来ば、ぜひに雪を助けに参らせ候。雪は一日千重の思いでお待ち申し上げ候。永禄三年八月二十日、雪。様之助様参る。こちらです、様之助殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら、道は二つしか考えられません。今は使われていない百曲堂、もしくは北側の大手堂です。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。わかったわ。雪姫。様之助、よかった、やっぱり来てくれたのですね。様之助がこの城を去ってから心細くて、私you
サマノスケ、サマノスケ、サマノスケ、目を覚ませサマノスケ。汝のために我らの力を授けよう。我らは現場に不幸なりし鬼の一族。サマノスケ、現場を倒し魂をその小手に封じよ。これはサマノスケ、現場を滅ぼすのだ。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。手で腕が引きちぎれるまで戦いって。開けろ。化け物俺が倒した。どうするよ、倒したって。お前ら悪い、すまん。許してくれ。お前たち一体どうしたんだ。あいつらどこからともなく現れて襲いかかってきやがった。この分だと本丸も敵に襲われているかもしれません。本丸はこの先だな。はい、そこから伸びる林道が本丸への近道です。